はい、皆様おはようございます。真夏のオーストラリアゴールドコーストから真っ赤い清美です。思いっきり逆光ですね。はい、今日は快晴のいいお天気ですよ、ゴールドコーストは。はい、真夏のゴールドコーストからですね、今日は新月の願い事を叶える生中継をお送りしていきたいと思います。現在夏のオーストラリアは、ご覧のようにプルナリアが今ちょうど満開になっています。でプルナリアは、このようにですね、満開の綺麗な状態がかなり長い間楽しめるんですね。この夏の間中、朝起きるとこの甘いプルナリアの香りが広がっております。今日11月14日なんですけれども、今から1時間ほど前でしたでしょうか、私の住んでいるゴールドコーストから約1000キロ北上しました。ケアンズの方で皆既日食が観測をされておりました。それでゴールドコーストの方はですね、その皆既日食の模様は、見られなかったんですけれども、全体的にちょうど皆既日食の時間にですね、少しこう周りが暗くなるような、ちょっと不思議なですね雰囲気だったんですけども、そちらの様子の方は先ほどフェイスブックの方にお写真の方を上げておきました。さて、今日も今月の新月が先ほど誕生したばかりでございますけれども、新月の日というのは願い事が叶いやすいということで、私も毎月この新月の日には自分の願い事をですね、改めて見直す、そしてこの新月の願い事を改めて書いていくというような、そんな作業をしております。はい、夏のオーストラリアは週ごとにいろいろな新しいお花が咲いてきますけれども、今あそこでうちの猫も新月の生中継に参加しております。はい、それではですね、これから室内に戻りまして、皆さんと一緒にこの新月の願い事を書いていきたいと思います。皆様もよろしければですね、この生中継中、私と一緒に新月の願い事を書いてみませんでしょうか。毎月ですね、この新月の日は私は10個ぐらいの願い事を、ピンク色の用紙に書くというような、そんなですね、ちょっとした自分のセレモニーを行っているんですけれども、皆様もぜひよろしければご一緒に願い事を書いてみましょう。さあ、それでは、コアバンダスタジオ、私の自宅にあります、配信スペースなんですけども、戻ってまいりました。さてさて、それでは、よいしょ。私はですね、どちらかというと朝方人間ではないんですけれども、今日はさすがにですね、早起きをしまして、オーストラリアは日本から時間が1時間進んでますので、今日皆さんが今7時12分ぐらいだと思いますけど、今現地の方は8時12分になりました。で、今日の新月なんですけれども、先ほど明けたばかりで、日本時間の7時8分頃、今月の新月が生まれたということになります。はい、皆既日食がですね、もう本当にこちらの方では朝早くから話題になってまして、各局のニュース報道もほとんどこの皆既日食特集というのをね、やってましたね。で、私もテレビで見てたんですけども、ケアンズというのはゴールドコーストから1000キロぐらい上に北上した町なんですけども、私もかつてケアンズに5年間ぐらい住んでたことがあるんですね。それでケアンズと、あとちょっとそのまた北の方のポートダグラスという町があるんですけども、そちらの方で結婚式を挙げたりとかして、こう、すごく思い出のある町なんですけども、そこからも生中継がたくさん今日は出てたようなんですけど、懐かしいね、トロピックな雰囲気の町なんですけれども、世界中から本当にたくさんお客さんが見えてたようですね。昨日だったかな、ケアンズ在住のお友達とちょっと話をしたんですけれども、いつもは静かなね、北の町なんですけども、さすがにこの皆既日食の日はに向けてですね、本当にすごいお客さんだったらしいですね。でも、ケアンズというとちょっと雨季にも入っていますけれども、少し雨が多い町なんですけれども、今日はなんとかなんとか雲が少し多めでしたけれども、皆既日食、観測できたようですね。よかったですね。さて、それでは今月の新月なんですけれども、毎月新月の日にはいろいろなテーマがあるんですね。はい、で今日はこんなテーマになっております。はい、今月はですね、はい、11月14日でサソリ座の新月ということなんでございますけれども、サソリ座の新月に適した願い事はこんなのがあるんですね。例えば、サソリ座というと権力だったりとか、それから精神力であったりとか、それから自制心、
そして実は嫉妬とかですね、性的エネルギー、また、カルマやソウルメイトと、ちょっとこうミステリアスな感じの、関係にある星座ということなんですね。それで、新月、今月のサソリ座の新月には、こんな願いを叶えるパワーが、強力だということなんですが、例えば、まあ、いろいろな力であるとか、それから、能力を高めていく、それから、カリスマ性を発揮するのに、適したお願いが今月らしいですね。はい。そして、あと欲望を抑えて、理想の生活を行うためのお願いと。世の中にはいろいろとか欲望も多いですけれども、そういったものをですね、自分でこう抑えていく。そんな願い事をして、いくということですね。あと、絆を深める、新月だということですね。また、今月は、ソウルメイトに出会うためのお願いにも適しているということでございます。それから、あとは性的エネルギーを創造エネルギーに変換するためのお願いということですね。そして、過去性が原因している不運からの脱却ということですね。これちょっと興味ありますけれども、トラウマとか苦手意識から自分を解放していくと、一つ自分の殻をこう破ってですね、生まれ変わるような、そんなお願い事もいいんじゃないかということですね。そして、体の悩みとか病気に関してなんですけれども、例えば婦人病系だったりとかですね、こうあの性的な病気の体調に、不調に、効果があるということなんですけれども、はい。あとは、じゃあどんなふうにですね、この新月の願い事をしたらいいのかということなんですけれども、まず必ず手書きで書きましょうということなんですね。パソコンなどについついも最近ね、メールなんかも全部パソコンになりましたけれども、タイピングしてしまいがちなんですけれども、この新月の日はどうか皆さん、用紙とペンをご用意いただきたいと思います。そして、まあ、新月になる前に実行すると、効力を失ってしまうということですので、今ちょうど新月が明けたところですので、これから書き出したいと思います。そして、新月が明けてから48時間以内にですね、願い事を書くと効果的と言われているんですけれども、実はこの新月の願い事を書く時間の中に、まあ、ボイドタイムというのが発生することがあるんですね。これは何かというと、その期間はちょうど何て言うんでしょうね、こう間違いが起こりやすかったりとか、それからちょっと行き違いになったりっていうことがあるので、そのボイドタイムっていうのを避けて願い事を書きましょうということなんですが、今月の新月はなんと、この後ですね、10時35分からもすぐにあのボイドタイムになってしまうということなんですね。ですので、なるべく今日は早いうちにですね、はい、願い事を書いてしまいたいなというふうに思います。はい、そして新月ですけれども、願い事は2項目以上から10項目まで。はい、その一つには、私は新月を願うことが、願うことで、願いが叶って幸せになりますっていうね、フレーズをぜひ入れていただきたいなと思うんですね。そして書いていただくときなんですけれども、何々です、何々ますっていう感じでね、完了形で書くこともおすすめでございます。はい。そして、皆さんのお書きになった願い事なんですけれども、私はこの毎月ピンク色の用紙を用意していますけれども、この願い事をもう一度自分で読んでみて、そして、準備が整ったらですね、この用紙を私の場合は毎日使っているスケジュール帳のところにですね、畳んでいつも置いています。そして、今日はですね、こちらなんですけれども、はい。よいしょ。私はいつも娘からもらったこの天然石のムーンストーンっていうのが私の誕生石なんですけども、これをペンダントで身につけていることと、それとピンク色とかが大好きなんですよね。ピンク色とか、ちょっとこう、黄色っぽい色とかも好きなんですけども、私の大好きな天然石というと、このローズクォーツになりますけれども、新月とか満月の日はこのローズクォーツなんかも綺麗に、食塩水でね、少し浄化して、あげたりとかしてますけども、こういった天然石を近くに置いたりとかしています。はい。そして、願い事なんですけれども、皆様ご準備の方よろしいでしょうか。はい。さて、先月のね、願い事っていうのも、生中継でやってみたんですけども、すごいですよ、皆さん。先月、お願いしたことが私も3つ達成してしまったんですね。ちょっとこう、なんでしょう。高めの目標なんかも、やったんですけれども、天秤座の新月ということで、先月は10月16日だったんですけれども、このうちのですね、3つがもうすでに、達成されてしまいました。はい。
今日は、まだ残りのですね、願いが叶う途中の7つも新しく願い事をリニューアルして、さらに3つ新しいお願い事を今日のさそり座で願ってみたいと思います。それでは私もこれから実際にこのピンク色の用紙に書き出してみたいと思いますので、よろしければ皆様もご一緒に願い事を中継でね、書いてみてはいかがでしょうか。さて、それでは、よいしょ。はい。ねえ、私朝型人間ではないんですけれども、朝起きると気持ちいいですね、やっぱりね。やっぱり人間はこのお日様のリズムで起きて夜暗くなったら寝るっていうのが、やっぱり本当に細胞レベルにもいいんだなっていうことがわかりますね。はい、それではご覧いただきましたでしょうか。それでは書いていきたいと思います。今日は11月の14日。はい、よろしければ皆様からのソーシャルストリームなども拝見しながらね、いきたいと思います。はい、はい。あ、カノンさんおはようございます。はい、今日は一緒に願い事を書きましょうね。いつもはね、夜の中継が多いんですけれども、今日は朝起きてみました。今日は水曜日ですね。サソリ座の新月。はい。では私も集中して書きますので、後ほど、10項目の願い事を生中継で発表してみたいと思います。あ、たまちゃんおはようございます。調布から私の中学の後輩のたまちゃんおはようございます。たまちゃんも願い事書いてくださいね。それではスタートします。はい、三つ目いきます。はい、4つ目いきます。
ですね。すごいたくさんありますね、今月は。すごいリアルな願い事が多いです。5日、4日か、4日、で、素晴らしい配信をお届けできますと。はい。そして6番目。世界どこでもコンペース窓はライフスタイルのと本が出版され途端ブームになりますと。はい。そして私の大切な生徒さん、クライアントさんが踊り9個目いきます。私がとっても健康であり、家族、が幸せで健康ですと。はい。10個目はちょっと大きな願い事を書きたいなというふうに思っています。2013年、大変大変。間に合いました。ハワイで、ゴラフ、ハワイ戦が、大成功しますと。はい。できました。2012年の11月14日、赤い清見と
はい、できました。はい。それではですね、以前は私はこの願い事は一人で書いて、それで一人でこっそりとやってたんですけれども、皆さんに有言実行で発表すると叶いやすいっていうことが分かりました、今回。言うとですね、それを聞いた人とかが、ああ、それ知ってる知ってるとか言ってですね、なんか思わぬところに、何でしょうね、いいニュースが広がっていくという感じがするんです。で、例えばどんなことかというと、先月こんな願い事をしたんですけれども、どこでしたっけ？あ、これですね。私は動画メッセージで人々の心に響く作品を作り、12月4日にメディカツで水越さんの願いの叶うきっかけとなる、杉正光さんへのメッセージ動画を作り、ジャイアントパンダスタジオでの生中継を見ることができますという願い事を書いたんですね。それで少しだけ日にちとかはずれたんですけれど、この願いは叶いまして、先月動画メッセージを作ってシンガーソングライターの杉正光さんにメディカツに出ていただけないでしょうかというふうにお願い動画を作ったんですね。それで、この動画を作ったこととプラス Facebook とかでお友達にご協力していただいたりとかして、それでこの願いがですね、皆さんがいろんなところからお願いをしてくださって、なんと杉さんのところに、間接的にですね、お願いが届いたということで、無事友人の水越さんのメディカツに、シンガーソングライターの杉正光さんがご出演なさっていただけることになりました。はい、私もね、すごい偶然で今年の6月に杉さんに路上でばったり遭遇するというところで、そこでもう実は出演のお願いをさせていただいてたんですけども、なかなかのスケジュールがお忙しかったので、最終的な出演の日まで決まってなかったんですけども、11月の27日ですね。はい、11月の27日、もうすぐですね。はい、あと2週間を切りましたけれど、27日に特別番組ということで、いつもより多分1時間早いのかな？メディカツは、おそらく17時からの配信になるかと思うんですけれども、ジャイアントパンダスタジオさんの、一つ下の階になるんですけれども、パンダスタジオさんの中、たくさんスタジオがあるんですけれども、おそらくブラックスタジオじゃないかと思うんですけれども、クロスタジオから、杉正光さんご出演なさるというふうな、メッセージをいただいております。よかったですね、本当にね。そして、先月かなったお願いとしては、まず私は新しい会計士さんと素晴らしい関係を築くことができますっていうお願いをしたんですけど、まさしくこれも大ヒットしまして、去年はちょっと厄介な会計士さんになったんですけども、それで心機一転今年から新しい会計士さんをお願いすることになったんですが、なんとも本当に素晴らしい会計士さんで、それでよくよくお会いしてみると、以前私の家の隣の隣に住んでたことがあるらしいんですね。まだ私がケアンズいた頃なんですけども、ちょうど私がゴールドコーストに戻ってきたぐらいのタイミングで別のところに引っ越しされたんですが、本当に大人の大人に住んでらっしゃったそうなんですよ。それでしかも、今うちの娘が通っている私立の高校があるんですけど、そこにお嬢さん通ってらっしゃるそうなんですね。で、学年は1学年下なんですけれども、その学校はあまり日本の方がいらっしゃらない学校なんですけど、私の知る限り今のところ4家族しかいないようなんですが、そのうちの1家族が新しい会計士さんのところのお嬢さんだったということで、ほんと素敵な方でね、すぐ私仕事のできる頭のいいシャキシャキとした女性大好きなんですね。それで私自身があまり数字の方が得意じゃないので、もうテキパキテキパキって、もうこう数字のことがお得意な方って本当に憧れちゃうんですけど、新しい会計士さんは皆さん本当に素敵な方ですね。はい、もう私もバリバリお仕事をしてですね、たくさん新しい会計士さんにお仕事していただきたいなっていうふうに思います。いいですね。はい、そしてもう一つ叶った願いなんですけれども、叶っている途中のものはちょっと今日もね、またエンディング、あ、これですね。私は、新コラボを送る高橋珠美さんとの仕事が大成功しましたと、もうね、完了形で書いてしまったんですけども、今度ですね、私がご一緒させていただく
ウェブ関係とデザイン関係の、大先生がいらっしゃるんですね。もうこの道30年間のブランディング界、デザイン界の大御所でいらっしゃるわけなんですけども、まあ、高橋さんとですね、今度は12月の遠征時に熱海の方で、一緒に合宿のセミナーを開催させていただくんですけども、まあ本当に素晴らしい方と出会わせていただいて、今本当に日本に向けての準備が一番こう最盛期になっているんですけども、このお仕事もうすでに大成功しているというのを私は感じています。一緒に作り出していくものというのは本当に私が想像した以上に中身の濃いものになりましたし、で私たちがタッグを組むことによって、その新しい、リリースしていく講座とか、商品とかが、それに触れていただいた方やそれを学んでいただいた方がビジネスを発展させたりとか、それから個人的にもどんどんこう広がっていかれるような、そんなきっかけになる商品を、作ることができています。はい。さあ、それでは、今月11月14日の新月の願い事を発表していきたいと思います。はい。11月14日、さそり座の新月。はい。私は、12月に開催する熱海のセミナーが大成功を収めました。はい。二つ目、私は、銀座で開催したランチ会イベントを楽しく賑やかに、皆さんと大きな相乗効果を上げて大成功することができます。はい。3つ目、私は新潟で開催する動画セミナーでたくさんの方と有意義な時を過ごして大成功しました。はい。4つ目、12月の日本の滞在が全ての日程で大好評となり大きく話題となりました。5つ目、12月4日配信のメディカツで世界中にお住まいの方とコミュニケーションをとり素晴らしい配信をお届けできますと。はい。実は先ほどの杉正道さんのライブの日程が1週間早まりましたので、先月、新月の願い事をお願いした杉さんのご出演予定の12月4日がポカーンと日程が空いてしまったんですね。それでなんと私ばっかり興味がメディカツに出演することになりました。はい。いや、実はね、いろいろ良い曲折があったのは、杉さんのライブ配信の出演が決まる前に、10月の初めぐらいだったかな、実は水越さんから、きよみさん、メディカツに12月14日ご出演なさいませんかってね、打診があったんですよ。それで、実はその時点で、私は新潟への前乗りが決まってたんですね、1日。で、12月5日に新潟で配信があるんですよ。それ12月4日は、すごくお会いしたかった新潟の方とかにお声をかけて、ランチご一緒しませんかっていうことで、結構もう予定が入ってしまったんですね。それで、これはちょっとなぁと思ったんですけども、だったらその12月4日に、出しをいただいた日に杉正道さんにご出演いただけないでしょうかということで、いろいろ行動してきたわけなんですね。それが、杉さんのご都合もあって、11月27日にちょっと早まってしまったということなんですね。それで、そうなってくると12月4日がこうポンと開いてしまうんですよね。それで、今、私が考えているのは、この12月4日のメディカツの配信というのは、通常は水越さんがゲストの方のお話を聞いてくださる1時間番組なんですけども、私はこの12月4日にどんなことをしたいかというと、この杉正道さんをご出演いただくまでの過程に、本当にすごいたくさんの方がご協力をいただいているんです。それで、私ももちろん頑張って動画を作ったりとかをさせていただいたんですけども、私の、何でしょうね、やっていること以上に、本当にこのソーシャルメディアを通じて、たくさんの方が、思いを届けてくださったおかげで、実は今回、この杉正道さんの、ご出演が決まったんですね。それで、その裏事情がちょっとやっぱりこう見えている私からにすると、そういった方々にやっぱりこうお礼をしたいな、ありがとうございますという感謝の気持ちをお伝えしたいなっていう気持ちが本当にいっぱいなんですね。それで、この12月4日のメディカツの配信の日は、この水越さんの願いの叶う過程ですよね。はい。それの、なんて言うんでしょうね。解説じゃないんですけれども、夢の叶う過程の裏舞台みたいなのをですね、お届けできればなっていうふうに思っています。
すごい楽しみにしています。メディカツは、なんでしょうね、ずっとご出演させていただきたいなと思ってた、憧れの番組の一つで、またこれで私も一つ願いを叶うということになるんですね。はい。で、五つ目、六つ目ですね。はい。e ラーニングの動画マニュアルが完成して、全世界からオーダーがやってきますと。はい。これも今私の大きな目標の一つで、パンダスタジオさん、キバンインターナショナルさんという私の憧れの、会社があるんですけども、そちらの方の e ラーニング部門の方で、今、動画のね、作成をさせていただいてまして、キバンさんの方からリリースしていただけるということなんですけども、そちらを、今日々ですね、頑張って作っています。で、これが完成すると、今私が自分でですね、自分のシステムの中で、お分けしたりとか配信したりとか販売している、動画の e ラーニングの部分がすべてキバンインターナショナルさんの方の素晴らしいですね、システムの中で取り扱っていただけるということになりますので、世界中に皆さんがどこにいらっしゃっても、携帯のデバイスとかパソコンからとかね、もう気軽にこのソーシャルメディアのスキルを学んでいただけるようになります。で、もうシステムの方がそちらの方にお任せできるとなると、私はもう自分のセミナー活動とか、それから執筆の方に集中したりとかすることができるということで、これは本当に助かりますね。はい。お客様からいただいたお申し込みとかを、やっぱりこう、なんでしょうね。自分のシステムの中で処理すると、やらなくてはいけない仕事と、やっぱすごくたくさん出てくるんですけども、もうきちんとその課金のシステムを整った、キバインターナショナルさんの方で、お客様にも瞬時にね、お届けしていただけるという、このスピード感が、本当に、ありがたいなというふうに思います。今、頑張って作ってますので、皆さん、もう少々お待ちください。年内に、完成予定になっております。はい。それから7つ目ですけれども、世界どこでもオフィス。はい。私のシステムですけれども、ノマドワーカーライフスタイルの本が出版され、大ブームとなりますと。はい。ノマドワーカースタイルとかね、こういった私みたいな気ままな、仕事のスタイルっていうのは、ようやく皆さんも、少しずつこう、馴染みのある言葉になってきていらっしゃると思うんですけども、場所を選ばずにね、自分の好きなところがオフィスになるという、このビジネススタイルを、ぜひ本にして出版してみたいっていうふうな、そういった私が願い大きなものがあるんですけども、これが、まず私の大きな夢の一つです。はい、八つ目。私の大切な生徒さん、クライアント様、それからお取引様、お友達とさらに深く良い関係が築けますと。はい、ここは私とっても大切なところなんですけども、私のソーシャルメディアの仕事自体が一人では成り立たないんですね。人様とコミュニケーションさせていただいて、初めてそこでアイデアが形になったりとか、ビジネスとして発展していくというものなので、皆さんとのコミュニケーションの間からいろいろなものが生まれていく仕事をしています。それで特に私が重きを置いているのは、そういった大切な方々ですね。今こう思い出すだけでもたくさんの方のお顔や名前が浮かんでくるんですけども、まず、今自分がこのノマドワーカーのスタイルを教えている生徒さんには、やっぱりこれをしっかりと身につけて、皆さんのお持ちの各分野のお仕事で、このスキルをぜひ活用して使っていただきたいというのが私の大きな願いでもあるんですね。それで仕事をしていく上に、先ほども出てきましたけど、会計士さんとの関係もあったりとか、それから時には法律家とお話をしたりということも出てくるでしょうし、あとはそうですね、私のできない分野、例えば写真家さんだったりとか、それからウェブ関係の、ね、知識すごい詳しい方とか、自分の持ってない能力をお持ちの専門家と付き合いしていくのっていうのは、本当にこれは大切なことで、そうした方たちとお互いに共に勝てるような関係ですよね。私だけが優位になるのではなくて、私と組んでいただくことで、お互いにね、2倍、3倍、10倍ぐらいの相乗効果を上げていかれるような、そんな関係をぜひさらに強化したいなというふうに思っています。はい。そして、9つ目です。私はとても健康であり、家族全員が幸せで健康ですと。はい。これはもう欠かせませんね。はい。おかげさまで、体調も絶好調ですし、心も体も今本当に充実して、いい時なんですけれども、まずは私が健康であることによって、私の大切な家族、家族ありきの仕事だと思うんですけれども、家族全員が幸せで、そして健康であるというのが私の大きな願いですね。はい。
そして最後ですけども、これがちょっとまた大きいですね。来年の話をすると鬼が笑うと言いますけれども、まさしくそんな話になるかもしれませんけれども、2013年12月に、あ、これ12月なんですね。12月にハワイで行うハワイセミナーが大成功しますと。1年後のハワイセミナーというのをこの間やることを決めたんですけれども、今からハワイに向けて、プログラムを作ったり、それからハワイに、皆さんに来ていただけるような素晴らしいですね、企画を練っていくわけなんですけれども、常日頃どちらかというと短距離走の得意な私なんですけれども、今回は、まあ、ハワイマラソンじゃないですけれども、ちょっと長丁場ですね、長距離の企画を練っておりますけれども、でも1年は皆さんあっという間でございますよね。はい。2013年の12月にハワイの方で、セミナーを行いたいと思っていますが、そのハワイセミナーが大成功しますと。はい。もうすでに大成功しますと、現在完了形にしてみているんですけども、今月サソリ座。はい。やっぱりこうちょっと仕事ベースのね、願い事が多くなりましたけれども、サソリ座、今月の願い事のテーマに沿ってですね、ちょっと私的には仕事ベースを中心に書いてみました。皆さんはどんな願い事が、書かれましたでしょうか。すべての願いは叶いました。ありがとう、ありがとうございます。はい。2012年11月14日、ただいまオーストラリアの時間は午前8時45分でございます。はい。さて、それでは皆様からのコメントをご紹介してお別れしていきたいと思いますけれども。はい、サチさん。はい、おはようございます。昨日遅くまでね、お疲れ様でした。サチさん、なんか昨日やっぱりドラマセラピーの話を伺った時に、サチさんの中でちょっとこう、なんでしょう、トラウマ的なものっていう話が出てきたんですけども、今月のサソリ座は、そういったものを手放すにはぴったりの願い事だそうですね。ぜひ、サチさんの願い事を、今日ね、なさってみてはいかがでしょうか。はい。そして、あ、沢田智子さん。はい。ミス静岡。沢田さん、ありがとうございます。で、沢田さんはどんな願い事を書かれましたでしょうか。私、新月の時っていうのは、ちょっとだけ宇宙の扉が少しこう薄く開くような感じがするんですよ。それで、その、開いた扉のところに願い事をわーっとお伝えすると、こう、スーッと願い事が入っていきやすいっていうような、そんな風なイメージをこう自分の中でビジュアルレッスンしてるんですけども、はい。こんな感じで、こう、目標思考型じゃないんですけども、こう、目標をしっかりとクリアに見ることによって、願い事って本当に言ったことが叶うっていうサイクルを私はね、実は小さい頃から体験しています。はい。そして、佐藤さん、おはようございます。そうですね、今日は新月、ちょうど、まあ、先ほど、日本時間で言うと今日は7時8分ですね、日本時間ね、開けたばっかりですね。この後、午前日本時間の10時35分からボイドタイムということですので、今日は朝早めに願い事の方を書かれてみてはいかがでしょうか。はい、ということで、今日も、今月もですね、恒例の新月の願い事ライブ中継をお送りしてきました。さあ、それではですね、最後にやはり今ね、本当にね、夏のね、綺麗なお花がたくさん咲いてまして、冒頭でもお見せしたんですけれども、最後は美しいフランジーパニーの満開の様子を、皆様にお目にかけたいと思います。フランジーパニーというと、ちょっと黄色っぽい感じのレモン色のフランジーパニーが、おなじみだと思うんですけれども、我が家のお庭に咲いているフランジーパニーはピンク色なんですね。ちょっとだけセンターのところに、黄色い色も入ってるんですけれども、ピンク色ベースの、美しいお花でございます。はい。それでは、今日は日差しが強いですよ、皆さん。ねえ。はーい。フランジーパニーを皆様に、こんな感じで今咲いております。はーい。すごくね、甘くてね、南国の香りですよ。はい、朝日を浴びて、美しく咲いています。夏の間中ですね、どんどん新しいこうした房が伸びてきます。ですので、常日頃こうやっていつも満開のように見えるんですね。ハワイなどでは、このフランジーパニーを使ったお花の例なんかも人気があるようですね。はい、我が家には、2本このフランジーパニーの木がありますけれども、こちらの大きな方の木が本当に甘い香りで今満開の様子です。今日も真っ青の
ゴールドコースト名物の青空が広がっております。気持ちがいいですね。やっぱり朝早起きすると三文の徳って言いますけれども、まさしく本当にそんな感じがしますね。はい、それでは、そろそろ生中継の方も終了していきたいと思います。いろいろとね、角度によってはお見せできないところなんかもあったりとかしてですね、朝はバタバタとなかなか忙しい我が家でございますけれども、さて、それでは、このあたりで今月の新月の生中継を終了していきたいと思います。どうか皆様にもね、スペシャルな新月の願いになりますように、今日は素晴らしい皆既日食が、このゴールドコーストの北ケアンズ1000キロぐらいのところで見られたそうでございます。美しい皆既日食がちょうど、ピークを迎えた時にですね、ダイヤモンドリングのようにキラーッと光った様子なんかがテレビ中継をされておりました。この素晴らしいね、ミラクルな新月、どうかたくさんの願いが叶いますように。それでは良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。Thank you.